どうも、しょうやです。とりあえずですね、COD の AW やっていきたいと思いますけれども、今回は Xbox One の方でね、やっていきたいと思います。PS4 の方の方がコントローラーが好きなので、多分後にね、PS4 でやり始めると思いますけれども、今日はね、こちらの方でということで、ドミネーションいきなりいけるのこれ。あ、いけるいける。よしよし。ちょっとね、コントローラーがほんとやばいですね。参ったなぁ、ほんとに。ちょっと、まあ、なんだろう。数百時間プレイしても全く慣れないこのコントローラーをどう対応していくか。ガクガクブルブルになってしまうんですよね。一瞬ちょっとね、チームデスマッチやってたんですけど、途中からになっちゃったんで、ちょっとボツにさせていただいて。まあ、どっちにしろね、大した活躍次第終わっちゃったんで、いきなりドミネーション行ってみようかなってことで、こちらに来ております。私はね、ちょっとね、この、なんだろう。フラッグジャケットとかが解除されてからやった方がいいのかな。ブラインドアイ。トラッキングドローン、プラスドローンってなんだこれ。タフネスはね、ちょっとつけといた方がいいと思うんですよ。ブラストサプレッサー。ハードワイヤー。エイムが速くなるやつって何なんだろう。コールドブラッド、ファストハンド43か。ちょっと変えますかね。MP、どっちがいいのかな。連射は速い方がいいのか。アサルトライフルで普通にいいのかな。ARX160 ってすごいあったね。3点バーストなんだ。クラス最高の射程。機動性が高い方がいいんじゃない？これとりあえず、オーバーキル外して、アサルトライフルの連射です。ん？連射で連射速度が向上する。クラス最高の連射速度。もうすごいね、連射がいっぱい。ふむ。あ、これがあれ、得点のあれか。じゃこれのやつを1個作って、ランチャーを入れるでしょ？で、スナイパーじゃなくて、アサルトライフルの AK12 のカスタムを作っておいて、一応ランチャーも持っておこうか。ライトウェイト。これは何だろうね。これなんかね、出たんですよ。ふむ。パイピーク。ピーティーク。ピータイタイク。わかんない。全然読み方わからないですけども。これもなんかすごそうだね。これライトマシンガンかな。ヘビーウェポンなんだ。あ、行動、あれが遅いのね。あ、なるほど。ちょ、こっちにしてみようか。ねえ、もう全然弾が当たらないので。ダメか。いないね。じゃあもうしょうがない。もう。チームデスマッチまた行きます。また途中参戦かもしれないけど。23レベル、10レベル、11レベル、36レベル。やりますな、皆さん。皆さん、素晴らしい。もう出てからね、もう、アメリカの場合は、フライングでプレイしてる人が結構いると思うので。ストーカーみたいなパークが出るまでは、どうしようかな。サブマシンガンで行った方がいいのかな。まあ、慣れもいいので、普通になんか使ってやっていきますか。途中参戦じゃなくてよかったな、今度は。ドミネーションなかなか始まんないね、でもね。海外のロビーでもいいんだけど、もう、むしろ。人がいるところに入れさせてよっていう。ライトウェイトが入ってて、じゃあ、これ使ってみようか。ピンが一ピンか。やるね、やはり。リロード。危な。後ろは大丈夫か。あんまりねえ、死にまくるのも悪いし。どこだ。危な。危な。瀕死の攻撃。どこだ？弾がないのかも。サプサプやってる人がいる。
ちょっと弾とか拾えないんだこれ。もうバレてる。なんか、あ、バレてたのかな。マップに映ってたっぽいね、多分。弾がすぐなくなっちゃうのか。な。え、ちょっと待って、そうだ、ハンドガンとかないね。ハンドガン入れてきた方がいいか、これ。32発で、すらはんないんだったら。どっちにしたって多分遅くなっちゃうと思うんだ、俺。あー、ほんとに？うわ、どこどこから撃たれた？あ、そこにいたんだ。あ、うまい。うまいね、やるね。ちょっと違う部分を使ってみようかな。ちょっと戦いやすいとお世辞にも言えない感じ。さあ敵の姿が見えないぞ。ピンが1ピン、あ、4ピンいかった。なんでだ、最初だけ安定してなかっただけ。あー、どこだか分かんねー。面白いね、やっぱね。スナイパーがいるんだね。拾っておきたいけど、あれ、これじゃないのか。オップね、グレネードの出し方が難しい。ちょっと ナイス。おっと、何、2発撃ってんの、すごい上手いね。あー、抜かれたんだ。あの人いるんじゃないの。すごい大変だね。よ、この動きに慣れないといけないね。あー、うまい。ちょっと武器変えようか。ローダウトを変更、 AK にしよう。いや、ブレる。エイムが何体もだよ。もう上に行ったり下に行ったり、これは絶対怒るんですよね。Xbox のコントローラーだと。しょうがない。これに慣れていくって言ってもまあ。なんかうまくジャンプとかもできないよね。2回押さなきゃいけないのか。もう全然エイムができない。やっぱ PS4 でやった方がいいかな、これ。私には向いてないみたい、このコントローラーが。Enemy UAV online.この上から多角的に攻撃されるのがなかなか難しいね、結構ね。とりあえず動きたいんだよね、いろいろ動きとかを覚えたいので。ごめんね、チームに迷惑かかってるけど、何が何だか全然わかんない。あ、すまん。おお、全然当たらないわ。さあ、どうしよう。これ何、これ何だろう、これ。あれ、倒した。OKOKOK、 倒した。何だろう、あれ。何がハテナマークで。あー、もうちょっと当たらないよ。あー、撃ったんだけど、まあ、ダメ？あ、腰打ちじゃやっぱダメなのか、アサルトライフは。ここどこ？それにしてもエイムがひどいよね。オープンな。後ろから来るんじゃないの、これ。おっと、そっちから出るんだ。なるほど。
結構ロングレンジの戦いなんだね。あんな動きもできんだ。あんなジャンプできん。おお、勝った。あー、味方怖いよ。エイムひどいよ。びっくりしたよ。ブレなくていいですけどね。ただこの元からのエイムがなんか超お粗末なので死にちゃいますね。やばいなこれ。まあちょっとね、プレイするうちに慣れていくとは思うんですけど、ということでバンバンやっていきましょう。もう慣れるしかないですね。ってことで、AK を育てるのはと、まあそれを置いといて、サブマシンガンでね、まあストーカーがついたような状態でプレイできるんじゃないかなと思いますので、そちらで慣れていくっていうのもいいかもしれない。今回はサブマシンガンでいきたいと思います。マップを覚えながらね。ここは最初にやった途中参戦のマップかな。やばい、逃げられた。あっ、危な。あら、エリア外。危ないよ、危ないよ、危ないよ、危ないよ。見つけろUAV? 瀕死の状態か。UAV アシストが結構入るんだね、これ。おっと、うまい。やりますね。出会い頭とかどうした？びっくりした。倒した。オッケー、ナイス。アップな。あー、どっちか。マップの見方が逆だった？なんかそんな気がするな。この飛び跳ねていく系がね、私ちょっとまだ慣れてないので、慣れてないので、あいー、負けた。すごい見るとこ増えましたよね。でもね、なんかそんな感じがするわ。危ない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 。この人気づいてない。あっちゃっちゃい、爆弾だったのね。やっぱり動ける方がだいぶ楽だな。おー、うまい。気づかなかったよ。特殊能力系がよく、これが、あ、これでサイレンストになるわけね。ちょっと、あー、助かった。危ない。オッケー。おわっと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 、出して。出してっていう感じ。逃がしてちょうだい。あ、痛い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 。オッケー。あー、エイムが暴れる。無理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 。危ない、助けて。誰か助けて。アップな。とにかく走り回って慣れていくしかないね。うまい、うまい、うまい、うまい。もう一人いたんだ。私気づいてない方だと思って。あ、リロードされてない。リロードされてないっていうのはどういうこと？
か。あーうまい私のエイムがお粗末でしたということだね。ナイスです、ナイスです、ナイスです。おお、なんだなんだ今の動き。腰打ちがやっぱりいいのかな、近いうちは。近いところでは後ろから来そうだな、なんかね。リロードしたと思ってリロードされてないこともあるわけで。2人で行く。右から来そうだね。チームデスマッチで盾を使ってるとはあっぱれな方よ。ああ、もう一人いたか。まあちょっとしょうがないね今のね。逃がすわけにいかんのだよ。オッケー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 。上にいなかった今。アップな。さあ行くぞ行くぞ。やっぱサブマシンガンの方がだいぶ戦いやすいな。でもそこ。どこだ。センターからは入ってこない。あ、いた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 。あー、味方が俺の代わりに死んだ。おー、うまい。もうちょっと構えの早くなるといいね。出会い頭、腰打ちでも。あー、ナイスです。Nice work, Sentinel. ふぅー。あー、やればできんじゃん、やれば。よし、じゃあ頑張っていきますよ。